スマイラーズっていう、はい、すいません、田村健さん、芸人の、はい、シャアの田村健さんと、はい、俺はどれだけ使いに喋る人の前のこれやから時間ないんでね。はい、はい、スマイラーズイン代々木公園欅通りへ。いいよー。さあ来ましたということで、はい、さあめちゃめちゃイベントで盛り上がってますけど、超盛り上がってます。はい、これは今回はですね、渋谷フットボールパーク2023、はい、このイベントはですね、はい、高俊のトシさんが発起人となった、お立ち上げたサッカーイベント、はい、ボール一つで、はい、遊び倒せをキャッチコピーに、はい、ボール一つで楽しめるコンテンツがたくさんあるんで、なるほどね、大人も子供も楽しめる一日となっているという、はい、うってつけですね、はい、我々に。確かに、ボール一つで我々ね、はい、まだ稼ぎがないですないですけどもさらに目にしたと思うんですけど、ゲストもたくさん来られてまして、そうなん、うんうん、元日本代表の那須さんもおられましたし、ノッソン伊藤浜田さんもおられました。どうもどうも。ここにスマイラーズもゲストとして招待していただきます。ありがとうございます。ございます。初めてじゃないですか。まあ、ちょっと気になるのがそのゲストランの中で、はい、足ザルさんの方が僕らよりちょっと上になってます。気にする人は気にするよって、まあ、確かに、はい、当然当然当然か。70万人、はい、あの一番下でどうにかねじ込んでくださった吉崎さんが。え、吉崎さんの力これ、はい、っていうか本人もびっくりしました。今回は 3×3 の、はい、フットボールバトルあるんですよね。はい、エンジョイグループっていうところに僕たちがエントリーしてそこに参加したんです。そりゃそうよ。だって、はい、大阪で痛い目あったじゃないですか、オープンに参加して。オープンはダメ。オープンはね、決勝 6-0、あの悲劇、トラウマもんでしたからね。あの、子供たちが頑張れスマイラーって言い出す最悪な事件が起こりますから、みんな泣いてましたね。泣いてました。今回はエンジョイですね。エンジョイで、エンジョイで、はい、3対3なんで結構、まあ、どうですか。狂気があります。我々はコートが狭くなればなるほど、人数が減れば減るほど勝機が生まれるチーム。フラムワンさんといい勝負してましたね。はい、そうですよ。それの究極が PK 戦なんです。じゃあそれ今一番近いほんまや。これ優勝ありますね。なるほど、狙っていきましょう。はい、はい、なんでちょっと今日は初タイトル目指して、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こんにちは、ということでご参加いただきましてありがとうございます。で今回ですね、試合なんですけども、今回リコートで8チームで、遊んでいただきますので、合計50分間ですけども、前半20分で10分間休憩して後半20分ということで、もう後ろには続々とゲストの方がいただきます。そしたら皆さん一人自己紹介いただきましょうか。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。安倍翔平と申します。安倍さん、安倍さんです。安倍翔平とお願いします。アベッテ広島の森崎です。よろしくお願いします。安倍翔平さん、お願いします。浜田圭司です。よろしくお願いします。浜田さん、お願いします。横浜 F マリノスの山本潤平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元フットサル日本代表の渡辺智明です。よろしくお願いします。渡辺さん、お願いします。皆さんこんにちは、森岡香織です。よろしくお願いします。森岡さん、お願いします。鍋田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤テクの加藤です。よろしくお願いします。そしてはい、北澤です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでね、ゲストの方を交えて、後ほど実況解説も一緒にね、していきながら掘り下げていければと思いますので、皆さん50分間楽しんでください。よろしくお願いします。
お願いします。マイラーズと申します。マイラーズと申します。芸人サッカー YouTube チームです。どうなんですか。勝つつもりしかないですね。はい、はい、で来ましたけど若干舐めてる。いや違います。本当にこれは違います。はい、コーチは坪井さんが今監修してくださってて、はい、だから全責任は、はい、坪井さんの方に、はい、じゃあ坪井なんだ問題、はい、よし、よかった。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。3人か、はい、最初の3人ディフェンスちょっと それ絶対大事だわ。そうなるね。オフェンス2、ディフェンス1みたいな感じかな。で、セットを作っとけばいいんだもん、最悪ね。まあ、もちろん、こまごま変わるけど、オフェンス2でもいい。オフェンス2でもいい気がするな。まあ、そう。もちろん、勝ちに行く。絶対勝ちでやる。普段通り。総括いただきます。第1試合目を見て評論として、はい、庄司の問題、問題出ました。もう太田良かったですよね。太田良かった。変わった途端にゲームガラッと変わった。はい、あいつがね、てか俺はここに絡んでていいわけ。監督ですから。今日は監督ですから。すごいさ、すごいでしょ。俺じゃないから。いや、なんかじゃよろしくお願いします。すげーうまい。ありがとう。はい、ちょっとメンバーの配置考えよう。ちょっと考えよう。庄司が後ろで持つなんて持ってるもんね。マジで行く、マジで行く。はい、素晴らしいね。ずっと見てました。ルミネから。いやいやいや。中継されてたんですか、ルミネって。はい。内部中継。この試合が。いえいえ、あの肉眼で。いや大変だ。マサイ族以上ですね。いやでもいいですよ。よ、負け越してないんで、はい、全然勝った。優勝の可能性あります。ちょっと疲れてんじゃん。あの本当にちょっと。ちょっと疲れてるな。マジで疲れてる。マジで疲れてるな。ちょっと疲労回復しようか。え、そんなだけですか。ちょっと。え？何あ、おーありました。おーすごい。ブース出してるよ、監督。純組だ、純組。純組やってるよ、しっかりやってるよ、純組。あの、リゼム大運動会でもね、提供していただいて。いいね、これ、めちゃくちゃうまいのよ。なんで飲みに来ないの。いや、確かに。知らなかった、知らなかった。いいよ。まあ、これいいですよ、疲労回復。働いてくる。死にたくなきゃ飲め。この強烈なキャッチコピーに。庄司も。はい、いただきます。はい、いただきます。いや、でも。すごい。マリ最後に。マリ最後に。これ最後はそうですね。いただきます。ピッチャーで、挟んでます。なるほど。
うまっ、甘みもあって、めっちゃうまい、お米の味、うまいです、うまいです、めっちゃくちゃうまいです、スポーツのシーンにめっちゃいいです、そう、それで今北沢さんが箱買いしてくれました、すげえ、なんと北沢さん、あの北沢さんめちゃめちゃ毎日甘酒飲んでる、じゃあもうまさにこれを飲んでこれがっつりうまいって言ってくれて、そうだよ、箱買い、箱はすごい、箱買いだ、おいしい、お願いします、お願いします、ファールじゃない、もうファールじゃない、会場です、会場です、ダメですか、刀ダメだ、刀はダメ、最後のあれが今日の理想の形、ディフェンスラインで守りきる、カットしたところから幅を取る、で庄司がオーバーラップ、俺ドフリーになったでしょ、でアンパスもパーフェクト、あとはボール見て笑ってインサイド、あとは編集で、あの通り編集でゴールは無理です、レッド揺らせない、さあ皆さん、お疲れ様でした、ご視聴ありがとうございました、さあそして3枚釣り向けのバトルエンジョイカテゴリー第1位は発祥 MC プロミス、周りの人、本当に勝ったと思ってる、半分くらいいました、ならいいんですか、完全にダメでした、プロミスの皆さん、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、試合終了しました、大白熱、大白熱、いや、強かったですね、結果から言いますと、キャプテン言ってやってよ、優勝ができなかった、まあ、スペシャルマッチャーに3分解散、本当にうまかったです、甘酒を飲んでから、はいはい、表示がちょっと良くなって、パワー注入したら、はいはいはい、はい、で、重さが下手になりました、河本監督がいらしてから、全敗です、ありがとうございました。我々先ほどもちょっといじってくださって、スマイラーズっていう、はい、すいません、田村健さん芸人の、はい、シャアの田村健さんと三名はねの河本純一さんが今監修してくださってるチームでして、坪井さんがこういうことをやらせてるんです我々、はいはい、やらされてます我々は被害者ですただちょっとお願いがあるんですけども、今日こうやってイベント参加させていただいたんですけども、まあもうご覧になった通り、このままだと我々どれだけか一切ありません、大変なことになってます、このままだと田村さんと刀のやり取りをスローで10分流すことになります相当スローになりますね、そうなのでちょっと本当にこんな我々がね言うのもあれですけど、ちょっと対決を、はい、YouTube のショート動画で載せる対決動画を撮らせていただきたい、レジェンドの方々1分で終わります。じゃあ俺やります。俺も。じゃあ二人ちょうどいるから。ここで成立した。お笑いもできるんですよ。もうそれは我々ね、コアッパですけども、レジェンドと対決ということで、もちろんご用意いたしました。
真剣対決、はい、痛いワニー、よいしょもうね、数々の場面を実力と運で切り抜けてきたこの連載と痛いワニを対決して、はい、もちろん勝利された際は景品ございます。ただでというわけにはいきません。さあということで、まだまだレジェンドいらっしゃいました。こちらフットサル元日本代表レジェンドチームでございます。もうね紹介するもないですけども、森岡選手、渡辺選手、その前で今日どんな集体を探したことか、死体を探しますね。ただこのままじゃ我々も引き下がれないぞと。下がれないもっと細かく言うと、はい、取れ高もないぞと、はい、そうです、ね、我々がチームから首宣告されてしまうということで、はい、もうこれは今みんなのお力もお借りしたいということで、よろしくお願いします。対決をしてやろうということで、はい、フットサル選手ですよ、はい、もちろん対決内容分かりますよね。確かに、いやもうサッカーゲームですよ、僕ら、僕らはサッカーゲーム。それではいきます、はい、スマイラーズ VS フットサルレジェンド痛いワニ対決。痛いワニ対決、これだけもう間違いない、ばっかりやっぱそうだと思ってましたよね。なんとなくね、なんとなくこれ来るって分かってましたこの対決勝利した暁にはお二人には賞金をご用意しておりますよ。ただではそんな、はい、おージャパニーズ、I'm Japanese! I, are you from? India. あ、India? Egypt, Egypt. どうやら我々に喧嘩売ってるみたいですね。なので言ってますね。言ってましたよ。おめえらサッカー下手くそなくせしてデシャバンなって今3人が。これだよ。本当だよ。本当だよ。本当抜いてみろよ。よろしくお願いします。3対3で出ねえよ。バン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 、いきなりいけ、いきなりいけ、いきなりいけ、
ロード2 YouTuber オールスター7試合目、状況としては3勝3敗という形になってます。本日の相手なんですけども、はい、青山学院大学 FC ブルモンテです。学内戦では準優勝してますんで、実力あるチームです。だんだん目標とかチャレンジが結構要求することが多くなってくるけど、大前提はプラスそれで勝つっていうのがあるとめっちゃいいチームになってくるかなって思うんで、今日は勝ちにいきましょう。お願いします。お願いします。中に持ち出し、まあまあいけるかな。もう、もう、オッケーオッケー、ナイスシュート。いけばキック。ナイス、マキロ。ナイスでしょ、ナイスでしょ。シュート、シュート、いや、オッケーオッケー。ということで、もう30分後に大会がキックオフということで決まりますね、いよいよ。もう我々は面白くて強い、確かに、がもうテーマなので、サッカーの方でも精鋭メンバー呼んでますので、まずはこのアップをしなきゃということでやっていきましょう。では、あのアップしたいので強化部長、サッカーボールをお願いします。大会のボールはありますけど、我々はアップ用の、アップ用のこのしっかりとさっき、このボール使わせていただきましょう。それは、え、じゃあここのボールは大会はありますよ。試合今日はそれはアップとかはみんなおのおの小学生の子供とか、小学生の、ね、みんな自分で持ってきてやってるんですよ。僕たちのボールは、はい、アップしないと。いやいやいや、いやいやいや、いらないことない。またそう、ちょっと言いたくないですけど、多くないですか、その面白くなればいいやで、そういうふざけたこと。確かに大迷惑かけるやつ。アップさせてくださいよ。お願いします。お願いします。アップしたいんですよ。受付で5、6個貸してもらえるんちゃうん。あの、いや、ゾゾさん、え、あるわけないじゃないですか。そんなのないですよ。これ運営さんの不備じゃなくて僕らの不備なんですけど、控室入るのに僕らだけ30分かかったんですよ、問い合わせで。ボールが6個用意されてるわけないじゃないですか。